ぶっちゃけ言って嫌いなタイプ、嫌いなタイプ、嫌いなタイプの美容師さん、女性で嫌いな人、こういう人にはちょっと。はい、こんにちは、札幌占い美容師さん、山口の後藤です。今回は何だっけカラーします。ビフォアの状態はこのような感じで、ちょっと前にブリーチをメッシュを入れてるんですけれども、でメッシュ少し多分入ってるんですけど、もうちょっと入れたいと思うので、ワンプロセスできる、まあダメージレスのブリーチをちょっと入れたいと思います。色はちょっとやりながら説明をします。染めます。まず全体にカラーをして、その上にメッシュを入れていきます。で、メッシュは今日は 10% 全体の入れます。で、なぜじゃあ 10% なのかっていうことなんですけど、ブリーチはなんか傷むとかって言って結構やらないサロンもあるんですけど、 10% だったら髪をね、多少ちょっとダメージ出ちゃうけど、それで遊んでもいいのかなって気はします。髪の毛100だとした場合、 50% ってどれぐらいなのかを皆さん分かりますでしょうか。例えばウィービングを取らないで、このまま3センチ幅を半分にした 1.5 センチをスライシングで染めていったら 50% だと思うんですよね。で、例えば3センチ幅のを、まあ、ちょっと3センチ以上ありますけど、3センチ幅のやつを均等に同じ幅で、取っていったら 25% やったことになるんですよ。はい、でさらに、もっと細く、間隔を空けてブリーチを入れた場合ですね、そうすると 20% 以下になるんですよね。であと例えば表面を入れないとかネープを入れないとかなると約 10% ぐらいになるんですねっていう計算で、 10% ブリーチをしてなんとなく全体的に明るく見えるっていうのが、ダメージレスのカラーなのかなと思うんで、そういう感じでちょっとやっていきたいと思うので、まず全体を塗ります。はい、じゃあさ、いや、ガチでちょっと、本当ちょっとさ、お願いね。はいはい。じゃあさ、じゃあさ、これは、じゃあ、もう結構厳しい、あれ、聞くけど、はいはい。見た目的に、こいつ、おっさんだな、みたいな、もう、完全におっさんだなっていう人が、今日僕担当します。もしくは、じゃあ男の人が来た。おっさんが来た場合、外れたなと思う。あっと思う時あるかもしれない。若い人の方が良かったな。それかもしめちゃくちゃこいつ絶対自分より10個下だなとか、うん、10個下ないけど絶対年下で新人だろうなと思うんだったらどっちがいい？あ、めっちゃおじさんかめっちゃ若いかどっち？めっちゃ若い。それは学校卒業して入ったばっかみたいな感じの男。まあ見た目的にそうだね。新人のスタイリスト機能になりましたみたいな感じの人で、ただまあ検定を受けたりとかしてるわけだから、うん、うまいか下手かは分かんないけど、そのおじさんは結構常連な感じのおじさんですか？あ、常連っていうか、なんか、すごいもう慣れてる感じの、まあ、年齢的に慣れてるよね。まあ、下手かどうかは分かんない。ただ見た目的な問題、技術的なのは分かんない。実際技術を抜いてだったら技術を抜いてほしいだったら分かりたいですかね
若い人の方が感覚が近いからってこと。そうですね、なんかおっさんとかおっさんに触られたくないってこと。いやいや、そんなことはないですよ全然。いや別に触ってもらってもいいんですけど、はい、なんか話題とかってあるじゃないですか、お話とか。そこがね、そしたらなんかそのすっごいおじさんだったら、うん、なんか今どきな、なんだろう、ああそっか、話題で困るんだ。うん、確かによくなんかすごい詳しい人とかだったら あーと思うけど、全然分かんなかったらえ、なんだろうそれってそうなるのかなと思ったら、そうですね、結構若い方がいろんなネタを知ってるのかな。そうです、話ありますもんね、うん、え、じゃあおばさんは、おばさんが超スカした若い小娘、すごいなんかちょっと嫌々ながらちょっと小娘の、ちょっとスカした小娘の美容師、成り立ての美容師とおばさん、うん、結構なおばさん、うん、え、それも同じ成り立てですか、その人も。おばさんは成り立てじゃない、おばさんはベテランだけど、おばさん、あ、ちょっと全然ベテランの方選びますね。あ、女の人だったらいや、女の人だったらそうなのよ。女性だったら別に年って言っても関係ないもんね。そうですね、なんか話なんとかなりそうです。うん、なるほど、そういうこと。美味しいですか、ん、美味しいですか。ちょっとじゃあめちゃくちゃ暑い美容室と、うん、めちゃくちゃ寒い美容室どっちですか。え、迷う。気温もうほんと半端ない超寒い美容室か、うん、もう汗ダクダク出る感じ、もうこうやってやってる間もここからタラーって出るから、それか、うん、すごい寒い、いやもうめっちゃ寒い、もう足とかもうすっごい冷たくなるみたいな、雪まつりの中でやってるぐらいの寒さか、でもガンちゃんみたいな美容師さんがやってて、めっちゃこいつ汗かいてるなって思われるか、やだな、でも寒くてガタガタしてるか。え、寒いのは結構辛いですよね。だったら汗出る、そうで、ね、でも汗出てもガンちゃんみたいな人にすっげえこいつめっちゃ汗かいてるってやだ思われるんですよ。で、汗大丈夫ですかって言われたらどうですか。もう辛いですね、ちょっと拭いてほしいですね。ちょっといいですかって。あ、拭いて、あ、それも大丈夫なんですか。本当やだけど、最終手段では、あ、拭いて、寒いより暑い方がいいんじゃないですかね。あ、暑い方がいいんだ、寒い。じゃあ逆にどっちですか。僕は分かんないです。なんでですか。僕の答えはみんな求めてないんです。いや、はい、でこれで全部塗れまして、ここからメッシュを入れていきます。はい、でこの後またどんどんいろいろ聞いていきます。でこの段階でちなみに、配合量は全部1対1対1です。分かりやすくアプリエグリーン、スローブルー、コレストンピンク、全部111にしてます。でここからメッシュを入れていきます。はい、ではブリーチを、ブリーチはケアブリーチで、まあ今流行りの、あれ、なんだっけ、ファイバーフレックスを一応使ってます。はい、で、ブリーチこれは、あんまり強くしたくないんで、ブリーチパウダー、アルギニン1対1です。それにオキシンの場合にファイバーフレックス入れてます。アイアプレックス意味があるのかって感じですけど、まあとりあえずいいですね。じゃあこのまま、はい、とりあえず余ってるんで入れてる感じです。はい、やっていきます。で、10% ブリーチを入れてくって感じなんですけど、はい、皆さん今日のこのスタイルを見ていただくと分かるんですけど、中の方全く出ないんですよね。なのでまあこういう段入ってるスタイルでもないので中の方は捨てます。はい、ということはボンノクボ、このボンノクボ、ごめんなさいね、ちょっと痛いかもしれない。大丈夫です。ボンノクボから、この下の部分はちょっと捨てます。でここから入れていきます。で、ハイギアから3センチ、はい、ここを3センチ入れていきます。3センチの半分 1.5センチ、顔周りは取りません。チップは、5ミリから、5ミリぐらいかな、大体。中の方が見えませんので、中間から毛先を中心に入れます。手を拭きます。ブリーチがついちゃうので、手を拭きます。はい、質問タイムいきます。質問タイムいきますね。はい、はい、いいですよ。ガンちゃんみたいな美容師さんだとして、はい、
帰り際に、え、今度ご飯行きましょうよって言われたらどうしますか。え、どうしよう。まあ行きたいですよね、お客さんと。まああれですけど、行くのかな。なんでそんなこと聞くんですか。いやいや、行くのかなと思って。いや、けど、はい、ばんちゃん付き合ってる人がいたら、ちゃんとそれは行って。そうですね、それ付き合ってる人に内緒では行かないと思うので、そこはちょっと聞いた上で、行ってもいいって聞いて、ダメだよって言われると思うので、本当に行かないってことね。そうですね、ダメって言われたらちょっと諦めます。フリーだったら、彼氏がいない状態だったら、彼氏がいなかったらちょっと行っちゃうかもしれないですね、うん、ああ、じゃあご飯に行く。うん、行っちゃいます。わかりました、ご飯に行くということですね。はい、まだ控えめですか。残念です。今日から始めたのに。いろんな意見の人いるかもしれないですよね。掘れば掘るほど面白いかもしれない。そうですね、ちょっといろんな意見があると思うので。あんま神経質の美容師さんとめっちゃ慣れ慣れしい美容師さん、どっちがいいですか。神経質はもうなんか半端ない感じです。なんかお客さんの髪触って、お客さんの髪の油が手についただけ洗うみたいな。うわぁ、やだ。その人か、すげえ慣れ慣れしくて、え、今日どうすんのみたいな感じで。うーん、顔周りでないようにします。難しいですね。仕事進まないね、そんな神経質な人。これやめた、ちょっと面白い。じゃあ、はいはい、あ、もうこれはストレートに、はい、嫌いな美容師さんどういう感じ。男性、まずじゃあ女性で嫌いな美容師さんどういうやつ。ぶっちゃけ言って、嫌いなタイプの美容師さん、女性で嫌いな人、こういう人にはちょっと私とは合わないなみたいな感じの、こういう女性でこう、私とはちょっとこの美容師さん合わないな。え、なんだろう。すいませんね、無茶ぶりの質問。ちょっともう塗り終わっちゃいそうなんで、早く答えてもらって。早くですか。なんか、あの、はい、なんだろう、赤みが消えたけど、ただちょっと赤みもあるしみたいな感じの綺麗な、うん、結構グレーの色になってますね。はい、ここで見えたことがちょっと違いますね。かなり色になってますね。で、あのメッシュも入ってるので、メッシュ感もちょっとあるし、はい、ピンクがちょっと効いてるんで、隠し味みたいな感じで効いてます。ちょうどいいぐらいだと思いますね。赤みはあんまりこのピンクと、まあ、他の寒色系で消し去っちゃうんですけど、ちょっとほのかにそこが反応してくれてるぐらいがいいんじゃないかなと思います。